スタームルガースーパーレッドホークはアメリカのスタームルガー社が開発した回転式拳銃である。1986年に同社より発売されたマグナムリボルバーレッドホークをベースとし、レッドホークでも使用していた。44マグナム弾をより安全に使用するだけでなく、さらに大口径の弾薬にも対応できることを目的で同じく同社製リボルバーの一つである。 ブラックホーク同様に設けられた、より耐久性や強度が高められた発展型で、1987年に発売となった。材質は、サテンステンレス製で、通常のレッドホークとの最大の違いは、フレームの全部がバレル後方を覆う形で延長されており、トップストラップ、サイドウォール、バレルマウントエリアに追加金属を備えたことで、より強度が増しただけでなく、 フレームトップに向かいでスコープ等の光学機器をマウントすることが可能となっているほかハンマースプリングはレッドホークではハンマー下部にクのジに曲がる2つの部品が装着されておりこれをハンマースプリングが後方に押すような特殊な構造になっていたがスーパーレッドホークではハンマースプリングガイド周囲に装備されたシンプルな形式となったまたフロントサイトは 交換可能なレッドインサートが入ったランプタイプ、リアサイトはアジャスタブルタイプで、シリンダーは通常フルーテッドシリンダーだが、454カスール弾、480ルガーダン仕様のモデルではより高圧の弾薬に応じて耐久性の高いノンフルーテッドシリンダーとなっており、小型化されたペグスタイルのグリップフレームには、フロントストラップにフィンガーチャンネル、握った手のひらの位置になる、 バックストラップにリコイルクッションが配置された、ホーグ車製のテーマアーモノグリップが装着され、カスタムグリップの交換も可能となっている。使用弾薬に関しては、44マグナム弾使用のモデルの他に、1 0ト、mm、ルオート弾、41マグナム弾、454カスール弾、480ルガー弾を使用するモデルがそれぞれ存在し、重心長は、 標準の7.5インチモデルの他に、44マグナム弾、使用モデルでは9.5インチモデル、10ミリメートルオート弾、使用モデルでは6.5インチモデルも設けられており、タロディストリビューター限定モデルでは、454カスール弾、使用モデルに5インチモデル、10ミリメートルオート弾、使用モデルに7.5インチモデルが設けられている、480ルガー弾、 使用モデルのスーパーレッドホークスターム、ルガー公式サイト、ありがとうございます。